はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の絶対値を含む領域についてお送りします。で、前回も話をしましたが、この問題、この動画だね。で、この章最後になります。もしかしたら後で足すかもしれないですけど、ひとまず一区切りですね。で、最後はタイトルにもあるようにこういう感じで絶対値が入っている領域について2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ずっとね、まあ、領域やってきましたけど、これで最後です。で、絶対値がある時点でまず場合分けをします。場合分け、もちろん絶対値が2つある場合もあるんですけど、今回はね、ちょっと1個だけ絶対値が入ってるのを取り上げると。で、どう場合分けするかっていうと、まあ、絶対値使うときは基本的にこのスタイルでいきますけど、絶対値の中が正か負で分けます。だから今中身 x プラス2なので2で、正、まあ正の時イコール自分入れちゃうので、こんな感じだね。で、つまりこれね、2だけこっちに持ってくるとこうなる。で、この時絶対値の中身が正なので、絶対値は何もない、ね、何もせずに外すことができます。だからこの時はそれをね、普通に外してこれが成り立つんです。つまり x がマイナス2以上のところではこの領域を書けばいいっていうことなので、同じようにもう一個、今度は中身が負、つまり x がマイナス2より小さい時だね。で、この時は絶対値の中身が負なのでマイナスをつけて外します。で、外すと正しくはマイナスカッコ x プラス2にしてね。で、マイナスを分配法則でどうせ配るからこうなります。だからマイナス2より小さいところではこの領域を書けばいいんだよって。で、それぞれの領域を1個の、ね、図に書いて、それで丸になります。だから最後書いていくとね、思った以上にしたらちょっと狭かったな、これ足りるだろうか、ちょっと待ってね、まあ下入るか。で、マイナス2が区切りになってるからちょっと右に寄るか。まあこんな感じでね。で、まずこっちからいこうか。マイナス 2x がマイナス2ね、そこが区切りになっているので、まあこうだね、マイナス2で、マイナス2以上、だからマイナスより右側の時はこの図を、あ、この領域を書く必要があるので、まず直線 y イコール x プラス2を書きます。これは切片が2でマイナス2ちょうど通るから、こういう感じになるね。いいかな。で、ここの点線は特に書かなくてもいいかなと思います、こっち側は。で、今度マイナス2より小さい、こっから左側の時はこの直線を書くと。で、しまったな、あ、ちょっと下入るからいけるか、ちょっと伸ばします。で、これは y 切片がマイナス2で、ここと、あ、まあ、x ってあるんだ、 y 切片がマイナス2でここ通ります。なんですけど、ここはちょっと離れすぎた感もあるけどいいか、ここはですね、点線になります、こうやって。で、こっから線が書き始めるので、こういう感じになる。で、ちなみにここの点点点がないと×です。なぜならここがない状態だとマイナスに通るの分かるけど、あと1箇所通るの分かってないからね。基本的にはこの中には x 切片、そして y 切片両方書く必要があるので、このように書きます。で、あとはその領域でしょ。で、まず右側、このゾーン、ここより上だよね。で、こっちもここより上なんだよ。つまりここ全部ね、結局ここが領域になります。で、両方ともイコール入ってるんで、境界線を
むと。こういった感じで解いてください。絶対値が入った時はね。では次いきましょう。で今回は絶対値の中身がね x-y になってるんですが、基本的にやること一緒です。でどうやるかっていうと、ちょっとこっちの方がややこしいんでちょっとちっちゃくなるかもだけど、中身がまず正、まあね、イコールつけてこうね、ダイナリーイコール0の時で、これもまとめるとマイナス x こっちに持ってきてマイナスで処理すると向きが変わってこうなります。いいね、こうなる。でこの時これをプラス、そのまま外すことができる。もうちょっと詰まっちゃった。で外すとこうでしょ。ここもちょっとつまりね、連続になっておかしな感じですけど、つまり持ってきてマイナスで処理するとこうなります。いいかな。つまりこの時はこれなんです。後ほど詳しく説明します。で同じように今度は中身が負、つまり、持ってきて処理だからこうなるね。でこの時はこれをマイナスをつけて外す、だからマイナス x プラス y 小なりイコール2で、マイナス x 右辺に持ってくるとこうなります。いいかな。であとはこれを書いていく。でこの書き方なんですけど、さてで今回は中心、ど真ん中使う感じだからよいしょ、あーまた右下がったな、よいしょ、ちょっと待ってね。でこうなると、でまずここ行こう。これの時これです。でこれはこういう風に x がマイナス2より大きい時とか小さい時だったら分かりやすいんですけど、こっからこっちはこれ書けばいいんでしょ、こっからこれはこっち書けばいいんでしょうなんだけど、これはですねもう一つの領域なんです。これ y イコール x っていうこの直線より下っていうね、だからそことこれを両方含めた領域を一個書けばいいんです。でどう書くかっていうと、あとでちょっとどうせ消してしまうんですけど、 y イコール x でしょ、これは原点を通る傾き1の直線です。でちょっとあとで消すんで、どうせちょっと点線で書きますね。この直線で、それより下ね、今下なので、それとこれがかつこれなので x-2 です。これは -2 で、ここ2だねを通る、これと平行な直線なんですけど、ちょっと厳しいかな、許せる範囲でお願いします。あーごめん、いやだ、ごめんじゃないね、これちょっと直そうか。まあこんな感じです。でその直線よりは上になります。だからこれより下でこれより上だから、今そこで挟んだこと全部です。ここちょっと今塗らない理由は後で言います。ここのことなんだと思ってください。でもう一個は2番です。 y イコール x、 これ、ね、点線の直線より上です。境界線含まないけど、ここはで、こっちは x プラス2なので、今度逆でこっちだね、2でマイナス2を通る、よいしょ、この直線より下なので、ここより上、このゾーンね、上のゾーンで、これとこれを両方くっつけたのが答えなんで、結局ここの幅全部になります。でここ境界線入ってないじゃんって感じもするんですけど、こっちが含めてるので片方がね、だからくっつけることができる。つまりここの点線残せっていう先生いないと思うんですけど、領域としてはここの間全部が領域になります。いいかな。で境界線含まこう狭、ここに書こうか、ちょっとちっちゃい文字でごめんね、境界線を含むと、これで OK です。なので絶対値が入ってきたらこんな感じでやってみてください。
では今回は高校数学数2の絶対値を含む領域についてお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にもね話したようにこの章はこれで終わりです。で次回からは三角関数が始まる予定ですので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。